ビセンテアミーゴは、スペインアンダルシア州出身のフラメンコギタリストで、作曲家。アンダルシア州、セビージャ県のガダルカナルに生まれ、5歳の時に、同州のコルドバに移り住む。3歳の時に、テレビで見たパコで、ルシアの演奏で、フラメンコギターを知り、8歳の時にギターを弾き始める。フラメンコギターのマスター。 フアンムニョス、エルトマテやメレンゲでコルドバに支持10代にはマノロサンルーカルのグループに加入し、5年間活動した。1980年代今つにソロ活動をはじめラウニオンやコルドバのコンクールで優勝し、脚光を浴びる。1990年代に入るとデビッド・ボーイの前座を務めたこともある。1991年にソニーミュージックの コロンビアレコードよりデミコラゾンあるアイリをリリースし、アルバムデビューを果たす。1995年にはビベンスヤス・イマジェネガスを1997年にポエタをリリース。ポエタのタイトルトラックはフィギュアスケートのテーマ曲としてソニア・ラフエンテやステファン・ランビエール、北村・アキコ、金彩香大田・幸奈らによって使用されている。2000年には BMG スペインよりシ、シウダデラスアイデアズをリリース。アルバムは2001年に、グラミー賞ラーテングラミーフォーザベストフラメンコアルバムを受賞。2005年にウンモーメント ENL ソニドをリリース。あとに、BMG はソニーミュージックに合併吸収されたため、ソニーに戻ることになり、2009年にパセオデグラシアをリリース。2013年に発売されたティエラは、 ケルト音楽を取り入れたアルバムとなる ABCD アルバムイデアの街ライナーノーツありがとうございます。